私の長年の疑問、うん、ちびっ子に大人気のアンパンマン、アンパンマンですが、うん、アンパンマンやカレーパンマンは顔を交換するとき一つ焼けばいいんですが、うん、食パンマンはやっぱり一気に焼くのでしょうか。その場合金太郎飴みたいな感じなのでしょうか。一人悶々と考えています。助けてください。あ、それは僕と同じ悩みですね。本当か。あのだからアンパンマン、アンパンマンとカレーパンマンはみんな、うん、あの丸ごと一個なんですよ。そうそうそう、食パンマン切られた状態なんですよ、ね、うん、なんでって思ってるんです。なんであの人だけって、そんな大量生産できんのかと。そうですよね。そうです。はい。あいつ自分でもそう思ってるんですか、あれは。あの、俺はなんでこんなに、買いがいるのかな、みたいな。僕はね、アンパンマン俺の中では、本当に永遠の、すっごい切ないヒーローなんですよ。そうですよね。休めないんです、あの人は。はい。あの人本当休めない。自分の身を削って、相手に、ね。おじさん助けに来るじゃないですか。はい。ジャムおじさん。うん。助けに来たよって来るじゃないですか。助けてくれるわけじゃないんです。アンパンマンヘロヘロになって顔が汚れて力が出ないよってなってる時に、代わりの顔だアンパンマンって言うんです。多分代わりやるから、とりあえず戦えと。あんたもう一回行けっていうことですもんね。あんななんかね、アンパンマンの顔した立派な、なんですか、あの戦車みたいなの乗ってるじゃないですか。はいはいはい、ちょっと戦えよ。そうだよね。ね。お前何しに来たんだ、何しに来たの、そんなパン屋がそんなね、運転して。代わりの顔のアンパンマン。切ねえ。ちょっとアンパンマンも頑張って休んでいいよって言えよ。普通だったらね。だからアンパンマン、愛と勇気だけしか友達いないんですよ。ああ、そうだ。他、実は信じられてない。そうそう、アンパンマン自身が愛と勇気しか友達と言えないんだよね。孤独な戦いなんだね、あいつ。俺自身の個人的なあれだけどね。はあ。そうそう。で、何でしたっけ。いやいや、ありえない。まあいいか。うん、よかった。俺、ね、次はもうアンパンマンの多分 BG 集が出そうだもん。食パンマンの話だったね。まあ食パンマンは、いろいろああいう自分のポケットの中いろいろ入ってますよ、多分。あ、実際に自分の顔が。うん。まあ汚れ出してもう一回つけるよ。じゃあこれカバンは。もう助ける必要ないですよ、大丈夫です。これね。焼いたやつとかもいろいろ入ってますんで。はい。だけしか友達いないんですよ。ああ、そうだ。おかしい、実は信じられてない。そうそう、アンパンマン自身が愛と勇気しか友達と言えないんだよね。孤独な戦いなんだね、あいつ。俺自身の個人的なあれだけどね。はあ。そうそう。で、何でしたっけ。いやいや、ありえない。まあいいか。うん。うん、よかった。俺、ね、次はもうアンパンマンの多分 BG 集が出そうだもん。食パンマンの話だったね。あの、丸ごと一個なんですよ。そうそうそう。食パンマン切られた状態なんですよ。ね、うん。なんでって思ってるんです。なんであの人だけって、そんな大量生産できんのかと。そうですよね。そうです。はい。あいつ自分でもそう思ってるんですか、あれは。あの、俺はなんでこんなに、買いがいるのかな、みたいな。僕はね、アンパンマン俺の中では、本当に永遠の、代わりやるから、とりあえず戦えと。あんたもう一回行けっていうことですもんね。そうそう、あんななんかね、アンパンマンの顔した立派な、なんですか、あの戦車みたいなの乗ってるじゃないですか。はいはいはい、ちょっと戦えよ。そうだよね。ね。お前何しに来たんだ、今。何しに来たの、そんなパン屋がそんなね、運転して。代わりの顔のアンパンマン。切ねえ。ちょっとアンパンマンも頑張って休んでいいよって言えよ。普通だったらね。だからアンパンマン愛と勇気だ。私の長年の疑問。うん。ちびっ子に大人気のアンパンマン。アンパンマン。ですが、うん、アンパンマンやカレーパンマンは顔を交換するとき一つ焼けばいいんですが、うん、食パンマンはやっぱり一気に焼くのでしょうか。その場合、金太郎飴みたいな感じなのでしょうか。一人悶々と考えています。助けてください。あ、それは僕と同じ悩みですね。本当か。あの、だから、アンパンマンとカレーパンマンは、うん、みんな、すっごい切ないヒーローなんですよ。そうですよね。休めないんです、あの人は。はい。あの人本当休めない。自分の身を削って、相手に、ね。おじさん助けに来るじゃないですか。はい、ジャムおじさん。うん。助けに来たよって来るじゃないですか。助けてくれるわけじゃないんですよ。アンパンマンヘロヘロになって顔が汚れて力が出ないよってなってる時に、代わりの顔だアンパンマンって。